レイチェル・ウィリス・レイチェル・ウィリス・ソレンセンはアメリカ出身のソプラノ歌手である。アメリカ合衆国の名門私立大学ブリガムヤング大学の声楽と教育学の学士と修士を収めている。支持した教授にはダレル・バベッジがいる。また、ヒューストングランド・オペラ・スタジオとメゾ・ソプラノ歌手、ドローラ・ザ・ジックから学んだ。ウィリス・ソレンセンはモーツァルトからワーグナーまで幅広いレパートリーを持っている。 彼女が最も成功を収めた役には、ドンジョバンニの、ドンナアンナ、バラノ騎士の元帥夫人、ルサルカのタイトルロールがある。また、現在のレパートリーには、イドメネオのエレットラ、シピオネの夢のリセンサ、皇帝ティートの慈悲のビッテリア、フィガロの結婚の白爵夫人、ロジーナ、コジファントッテのフィオルギリージ、シチリアの番称のエレーヌ、 ニュルンベルクのマイスタージンガーのイファ、ローエングリンのエルザ、神々の黄昏のクートルーネ、コウモリのロザリンダ、マダンのイテのアガーテ、メリーウィドウのハンナグラバリ、ヒノキキのディームート、フィデリオのレオノーレ、ナクソス島のアリアドネのアリアドネ、ラボエームの耳ミミ、イルトロバトーレのレオノーラ、スペードの女王のマーシャ、ネジの回転の女家庭教師、ファウストのマルグリットなどがある。出演した。 歌劇場には、サンフランシスコオペラ、バイエルン国立歌劇場、シカゴリリックオペラ、グラインドボーン音楽祭、ベルリンドイツオペラ、チューリッヒ歌劇場、メトロポリタン歌劇場、ウィーン国立歌劇場、サンタ、チェチーリア国立アカデミアなどがある。2019、2020年のシーズンには、様々な役が予定されている。ロイヤルオペラハウス来日公演の、 ファウストでのマルグリット、ゼンパーオーパーでのバラノキシ厳水夫人、シカゴリリックオペラ、バイエルン国立歌劇場、ボルドー国立歌劇場でのドン・ジョバンニ・ドン・ナ・アンナ、ジュネーブ歌劇場でのユグノー・京都バランティーヌ役デビュー、ゼンパーオーパーでのアルチーナタイトルロールデビュー、そしてボルドー国立歌劇場でのフィガロの結婚白爵夫人、ロジーナ役がある。総連戦は、 ワシントン州リッチランドで育ち、ドイツハンブルクで、末日聖徒、イエスキリスト教会伝道に携わる。デンマーク人のラスムスグランドソ連戦と結婚し、3人の子供がいる。ありがとうございます。